はい、日本習字漢字部6月号。今日はですね、陸調隊検定課題を書いていくというふうに思います。今日もですね、最初にですね、ポイント、そして解説をいたしまして、その後にですね、この書体を書いていきたいというふうに思います。この陸調隊のこの課題ですね、志高くして諸士を好むと読みます。陸調隊はですね、鉛筆系と硬筆系と両方のですね、書体があるんですけれども、こちらについては鉛筆系の書き方をいたします。鉛筆系というのはですね、この資質、この資質のところはですね、蔵鋒、筆を包み込むようにですね、入筆する。そしてですね、穂先はですね、点画の真ん中を通るように。そんなですね、筆運びでゆっくりとですね、筆を運びます。線の揺れが見受けられます。この「なお」という字、あるいはこの「ごんべん」のここですね。この線の揺れはですね、筆の上下運動を生かして表現をします。そしてですね、転接部、この転接部はですね、転接部はこちらですね、少し丸みを帯びて穏やかなですね、表情にするというところを気をつけて書いていきます。決して喪失はですね、急がずにゆっくりと書いていきたいというふうに思うんですけども、その中でもですね、例えばこういったところですね、こういったところ、ここもそうなのかな、ちょっとですね、筆をですね、さっと抜いていくですね、表現をしているところがあります。まあ、これを筆を抜くというのはですね、硬筆系に見当たる書き方なんですけれども、まあ、こういったですね、ちょっと硬筆系のですね、書き方も交えた、この書体を今日は書いていきたいと思います。先ほど線の揺れの部分の話をしましたけども、この心という字ですね、横を見ると、ここに一画、二画、三画というのはですね、こんな筆のですね、返し方をしています。角、角、角というですね、こういったところをですね、表現をしておりますので、そこをですね、どういうふうに書くかをですね、しっかりと見ていっていただきたいというふうに思います。志は横画はですね、全体的に右上がりで、この心のこの角度もですね、右上がりで、これに平行でですね、書いていくというところ。このなおという字の、この一画、二画、三画のですね、ここ、右上がりですね。そして、この縦画は、こういうですね、ちょっと内側に入るような形で整えていきます。これもそうですね。先ほど言ったように、ここはちょっと抜くのと、ここのスペースを作るというところですね。で、ここは空間、余白を作って分筆をします。ここは波を打つ。そんなですね、形で書いていきます。好むですね、好む、この辺と作りのこの関係なんですけども、この女辺のですね、は作りよりもちょっと高くしますし、逆にですね、下の方はですね、作りよりも辺の方が上に書くと。ですから、ちょっとこういうですね、形で書いていくというところを気をつけていきましょう。そして角ですね、ここにちょっとですね、はたくみたいなですね、書き方をしているんですけども、そこは気をつけて書いていきたいと思います。この縦画はこう内側にこう柔らかくですね、丸みを帯びた形で運筆をします。で、ここも余白を作っていきたいと思います。この詩ですね、先ほど言ったように、ここはちょっと揺れを感じるところなので、筆の上下運動を生かして表現したいと思います。で、この字もですね、辺の方がちょっと小さめ、作りの方がちょっと大きめというところですね。で、ここも内側、縦画ですね。内側丸みを帯びて運筆をするのと、ここはちょっとですね、抜いていくという、こんなですね、書き方をして書いていきたいというふうに思います。それではですね、実際に書いていきたいというふうに思います。